ございます。おはようでやんす、おはようでやんす、すもーもありがとうございます。いいね、ありがとうございます。すごい、朝からいっぱいありがとうございます。あ、感じが見えない。こういう時は縦にする。あ、縦にしても男女がいないよ、まだ。はにゃ、まあいいか。おはようございます。で、なんか朝だったら朝早いは早いで、なんか逆に見れるよって方もいて嬉しかったです。レインボーの星、ありがとうございます。なんか木を切って切り取りましたみたいなギフトありがとうございます。え、すごい、土曜日のね、こんな朝早くなんて絶対寝てる方の方が多いと思うのにありがとうございます。見てくれて、来てくれて、ラちゃんありがとうございます。そうそう、逆に見られるね、思った思った思った。雪降りましたか？あのね、ちょっと降ってる。もうほんのうっすらにお庭にちょっとあの薄く積もってるぐらいかな。なんかいつもだったら、もういつもだったらもう即ね遊びたいって思うんですよ。そう、いつもだったら遊びたいがもっと降ってって思うけど、明日新世代コンサートでね来る方もいるので、あのそんなに雪降られたら困るなっていう、初めて15歳になってそういう大人の考えになりましたそう、今までねもっと積もれって思ってたけど、初めてこういう大人の考えに芽生えました。まあ、別にコンサートなかったら降ってほしいって思ったけどそう、え、でも本気で考えたんだよ。待って、雪降ったら手袋持ってかないと雪触れないよなと思って、本当にあの雪用の手袋持ってこうか迷ったんですけど、やめましたそう、コン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 、何ゲーかな、クマン、ありがとうございます。そう、何しに行くんやってそうそうそう、素手でいいやって、冷たいじゃん、素手でさ触るとさ、そのね、そんなたくさん触れなくない？新幹線止まるのはマジであかん。それの、タコさんありがとうございます。どこに行くの？コンサートしに行くいよいよ明後日ですね。わしは手袋使わひんで、使わひんのか、行け、新幹線動かなくない。そうそうそう、だからね、雪でね来れないよって方とか言って、明日です、すいませんすいません、勝手に平日にしてしまってすいませんすいません、結婚してありがとうございます。明日知り合いからプレゼントもらえるようになりました。おお、何もらうの？前髪切らん、大丈夫。え、これね、でもいい感じだったはず。ほら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 、どうどう、あ、そうそうそう、モモがあの最近あのショールーム、朝のショールームで、メイクしない理由を説明しますと、前ねずっとあの朝でもねずっとメイクしてたんですけど、決してこれは手を抜いてるわけじゃありませんよ、勘違いしないでくださいね
なんで言ってるわけじゃなくて、その朝にメイクをやめたら、なんか最近肌が綺麗になったんですよ。そう、なんか今までずっとメイク朝して落として、でこうやるとき夜して、で1日 2回ぐらいしてたんですよ。落としてやってを、でもうただでさ肌弱いから、なんかちょっと乾燥するとかポツポツポツってできたりしてたんですけど、最近そんな1日何回もメイクしなくて、そう、もうほんと必要最低限のメイクしかしなくなったら、お友達に肌綺麗なんて言われた。しかもなんかちょっとそう、肌綺麗になったんですよ。ありがとうございます。そうなんですよ、中学生の時期が一番ニキビができるから。ハートありがとうございます。しかもなんかママとパパがその小さい頃、中学生ぐらいの時ニキビが出るタイプ だったらしいから、そう、両親親どっちも出てたら絶対やばいなと思って。そう、大仏なくなった？うっすら大仏。うっすら大仏です。もうたあんまりできないね。そうなの、そう、もうねそんなにねできない体質だったのかな、わかんない。ある程度はポテトは食べてるけど、チョコレートとかそういう揚げ物がさ出やすいのかな。はい、ありがとうございます。ここここここマリカイカマコバ、ありがとうございます。うっすら大仏、プチ大仏、プチ大大仏。そう、こんな方もお菓子食べると出る肉。なんだって肉。別にお菓子なんて食べてるなんて言ってないよ。サイレンもありがとうございます。ゴクゴクゴン、マリケイカのお布団ありがとうございます。メモ帳は見つかった、見つかった、学校のカバンの中に入ってて、これさずっと探してるやつだったのに、学校のカバンの中に入ってて、学校でえっ、うん、バラバラやんと思って、朝探してたやつあったと思って、そう、なんで書いてたんだろうね、びっくりびっくり。急に立っていなくなったからチョコ取りに行ったとかと思って、ちゃうわ。なぜかまりわかんない、名探偵にしたらうるさいな。ねえ、やっぱりランドセルの中か、リュック、リュックです。久しぶりに見に来たら顔が丸くなってる。太った？体重変わってないけど。小顔効果しようっと。痩せ顔効果か。はい、もうの方。これさ、こうやって見て、ここさ加工してるじゃん、なんか見て、メモ帳がうねうねうね、うわーそうだ、うわー、はーい、もうなかった、ありがとうございます、ゆう、ありがとう。こう加工してるの？今は外した。何してんねん。元に戻しました。あれ、もしかしてももたんの顔シュッとしてて元に戻したこと分かんない？なんかすいません。コメントがちょっと止まるのが気づきました、すいません。校長先生の
話してた時とコメントの速さが違いすぎる。ラッチありがとうございます。ありがとう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 。コンサートのランダム写真続いてももたんゲットしたよ。だってありがとう。じゃあももその時のオフショット送るね。もうにまだもう撮ってない方はぜひももたんメール撮ってみてください。今日はヒートテック何枚着てるの？今日はヒートテック1枚なんですけど、この下にこのこれは襟なので1個セーター、じゃあ1個これ何？ヒートテックブラウスセーター着てます。だから全部生地が違うやつ着てます。結婚して？わーおありがとう。素直に喜んじゃってる人。ありがとうございます。よだれかけないの？それ多分一番大切なとこ、よだれかけだったらないよね。よだれかけだったらこうじゃない？一番大切なとこ多分抜けてる。襟でかいね。そう、名古屋は寒すぎだから気をつけてね。うん、モータンのアクスターゲットしたよ。あ、ありがとうございます。ちゃんとももたん飾っといてね、お家に。わかった？適切なツッコミ。それはダメじゃないの？それはダメ。めっちゃかわいい。ありがとうございます。おはよう。おはよう。ももたんのツッコミ冷静やなって。名古屋の人で何人 L でかいの好むんだろう。でもお店にいっぱい歌うってことはそれだけ好む人がいるからじゃないの？分かんないけど。分かんないけど。あっぺありがとうございます。誰もありがとうございます。キーホルダーにして携帯につけます。うん、どういうこと？全く分かんない。ってこと？これだけ。今日セブンイレブンにモータのグッズ取りに行きます。おお、大切にしてね。モータの歌声好きだって。ありがとう、ありがとう。手伝えたくて。びっくりするほど自分のグループじゃない歌歌ったよね。あなたをなんとかなんとか。今日さすがに重ねで重ね着。イエーイ、同じ。モーターのほっぺプリプリして柔らかそう。本当？バーセルだって。あと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 。そう、例えば昨日荷造りしてる時に、あのモモ、あのちなみに米印で言いますと、もう一人で荷造りできません。しかも一人で荷造りしたことありません。ママと。ラブレターありがとうございます。イケありがとうございます。ママが圧縮バッグにその詰めてくれて、でその圧縮バッグにももが何かわからなくなっちゃうから、コンサート用のその下着とか、あの2日目のパジャマとか2日目の服とか、そういうのマジックで全部書いて、ね、あのスーツケースに入れるんですけど。そうなんだ、そうなの。あ、ありがとうございます。できると思ってません。だってそれはよかった。米印を口に入れる人初めて見た。はにゃ。そうそうそう。でその知ってたんですけど、その時になんかちょっと静かじゃ、まあ静かではなかったんですけど、話してるからなんか音楽かけようって言ってて、もうがまあ明るいさ、なんか楽しいさ曲、そうそう、をかけようって言って、でなんか卒業ソングが出てきたの、おすすめに。あの iPhone に入ってる音楽アプリなんですけど、で
なんか旅立ちの日になんか合唱バージョンみたいのがあって、でももは一回それをしたんですけど、わなんか暗いし、なんかもう中学校のあのどんどんもう日付カウントダウンカレンダーっていうのが始まってて、中学校であともう40日しかないんですよ、ピエーで、なんか卒業シーズンにちょっと卒業の歌聞いちゃダメだと思って、悲しくなっちゃうからやめようと思って、そう暗い気持ちになるからちょっと変えるねって言ったら、いや聞きたいって言われて、ママにえおげんさんおはようだって、来てくれてありがとうございます。 SK ホテルと TBS の15歳の平野モナです、来てくれてありがとうございます。テロップお願いします。フレンチトースト、ワンモタイフレンチトーストオールヤクルトオールフォーク、あとフレンチトーストヤクルトを4分ぐらいで食べました。アサルさんがぶら下がっちゃったやつありがとうございます。そうそうそう、なんかね時間がなくて4分で食べた、本当にありがとうございます。そうそうそう、で次の話、そうそうそう、で旅立ちの日にを流してたんですよ。でまあ流すだけじゃさすがにそうつまんないなと思って、まあ歌います、まあ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 それはね、そう当たり前にね、えそうだよ、荷物作りはちゃんとモーもやったよ、ママと一緒にやったっていうか、またありがとうございます。でハモった、正解、またありがとうございます。もうハモろうとか言わなくてもいつもそういうことしてるから、ママとあママ上でモーしてやるから OK で今別れの時飛び立とう未来信じて、ありがとうございます。弾む若い力信じてもう達者なの、嘘だよ、そうやよ荷物作り進めてくださいだって、だから時間かかったのかそうね、もう絶対こんなやつ泣いちゃうじゃんと思って、中学校の卒業式の歌はまだ何かわからないんですけど、そう、まあ、こんな感じのただでさえ合唱したら絶対泣いちゃうじゃんと思って、そうママとかにもう卒業式絶対泣いちゃうじゃんって言ったら、まあもうママも泣いちゃうじゃん、えいいやりと思って、ママ何に泣くのって思ってそうあれと思って、なんか同級生の気分でいるけど、はりゃなんでママが泣くんやと思ってガン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 乗り切るかな、そうありがとうございます。気のせいかなと思ってもう一回言ってみたら、あもうこれ絶対泣いちゃう卒業式って言ったら、ママもうはりゃそうで、なんでママが泣くねんって、なんかずっと二人で漫才みたいにしてましたなんなら今日の朝もやったその会話今日の朝もそのくだりやったそう、うん、ねそうなんですよ、まあ、さ小学校から中学校はまあ大体近所、そう近所の子がいるし、そう小学校からのお友達も多いからいいんですけど、高校ってさもうねみんな別れちゃうじゃん。以上でーす。以上です。いや恥ずかしいよね、卒業式の時お母さんたちにさみんなビデオ撮ってんのにさ、ママだけめっちゃ感情移入しちゃって泣いてたら。はい、ということでそろそろランキングを読んでいきたいと思います。13位
さんありがとうございます。13位てんてんのふゆちゃんのもとの方ありがとうございます。高校でも友達100人作るわけ、そりゃもちろん。12のの学さんのもとの方ありがとうございます。11のネギナボタの方ありがとうございます。10位のパンダのお寿司ナボタの方ありがとうございます。ピンクのクマちゃんもちゃんと持った、あ持ってない、初で持つ、ありがとう。9位のうさちゃんがリンチがじってるボタの方ありがとうございます。8位の生まれたのもとの方ありがとうございます。花束ありがとうございます。ラッキー7のプランちゃんが魔女になっちゃったもとの方ありがとうございます。ぬいぐるみ持ち歩く系女子だったのね。そう、持ち歩く系女子なんです。持ち歩く系女子っていうか、あのぬいぐるみいないと寝れない系女子。ピンクのクマさんどこで買ったんだっけ。ピンクのクマさん博多で買ったやつです。待って、セーター新品じゃん、タグついてる、タグっていうかタグのさ、タグのゴミみたいに出てきた。すいません、めちゃめちゃ関係ないこと、やだ、セーターからタグのゴミ出てきた。6位のなんか白焼きなすなぶたいなまたの方ありがとうございます。見せるなーなんか出てきたんだもん。5位のひらのおなちゃんのまたの方ありがとうございます。4位のまるたのまたの方ありがとうございます。はぁ、新品じゃんと言われてもタワーだ、タワー、タタワー、あれすごい、ありがとう。今夜も横で旅立ちます、気をつけてきてね。サンタさんが来たすごい、もう一回言っとく、タワー、タタワーありがとう、座布団1枚ありがとう。コメント止まるのやめてもろてのトップデートおもたのくんだ、ラッちゃんが ラッちゃんがトナカイさんになってサンタさんのソリになっちゃったおもたのくんだ、ありがとうございます。まだ寝ぼけてんの、起きてます。待って、ランキングが変わっちゃった、ありがとう、急いでます。13位うさちゃんが人参かじったらぶたの方、カッ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 、どこが急いでるんだってね12位ふいちゃんのあぶたの方、11位まるたんのあぶたの方、10位のペンギンさんがサンタさんになっちゃったあぶたの方ありがとうございます。9位のトイプードルのあぶたの方ありがとうございます。8位ひらのもなちゃんのあぶたの方ありがとうございます。ラッキー7ぴょんちゃん6位の白いなすなもたの方ありがとうございます。5位の平野もなちゃんのもたの方ありがとうございます。4位のワンちゃんのもたの方ありがとうございます。雑だって3位のワルタのもたの方ありがとうございます。で、ピンクのクマの名前は、いちごちゃん。みーのぴょんちゃんがサンタさんになっちゃったあぶたの方、ありがとう、ありがとう。はい、ありがとうございます。ぺこり、ぺこり、
がとうありがとうありがとうありがとう。初見さん、はじめまして。はじめまして。初見さん、SK ホテルとチームSの15歳に平野オーナーです。来てくれてありがとうございます。ありがとう、役目を果たしました。ありがとう、こちらこそ。これやったらありがとうって言ってるってわかる。それでは今日の1位、ピンポンポンポン、やっと外が明るくなった。見た、新幹線が止まらないように。おはようございます、初見です。初見さん、SK ホテルとチーム S の15歳の平野真奈です。来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。あ、ピンポンパンポーン、ジュク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 。今日のうちはノートップでのおたのこと、ありがとうございます。それでは、行きまーす。思ったより雪やり綺麗だよ、だって。嬉しい。あ、モータの声が外に聞こえてきた。さすげー。もう一回行きます。せーの、L、O、V、E。ノートオブジェンのオブジェンの方、ありがとうございまーす。さっき暗くて見えなかったの、そんなに。マイナス4度で風向は8メートル。8メートルってさ、どういう感じ？風向8メートルってどれぐらい？例えばあのこれぐらいの風が吹いたら何が飛んじゃう、ペットボトルが飛んじゃうぐらいの風とか、どういう感じ？8メートルってわかんない。結構強い？モーターすっ飛ぶ？それは大変。スカスカ平する。大丈夫。ズボン。そう。ということで最後に占いをしてもらおうと思います。待って、結局ももさ40分ぐらいやってない。朝ちょっとやりますみたいな感じだったけど。それではモーター占い行きまーす。30分ぐらいやってる。今日は行動占いにします。 A 型はダイエットダンスをしてみると良いことがあるでしょう。 B 型はラジオ体操をすると良いことがあるでしょう。 O 型は青空肩周りを踊ると良いことがあるでしょう。そして B 型は縄跳びを跳ぶと良いことがあるでしょう。A 型ダイエットダンス、 B 型ラジオ体操、 O 型青空肩思い、 AB 型縄跳び。縄跳びがない方はあのエアーでいいので、エアーの縄跳びで全然いいので、青空肩も覚えててよかった。完璧やん。そうなので、ジュンジュンジュン、テレレテレレ、やってみてください。モータン A 型だっけ B 型。ということで2408人の方、朝から見てくれてありがとうございます。タワーもありがとうございます。ギフトもありがとうございます。ハッシュタグチェックアウトもありがとう。それでは
明日もね朝になると思いますので、明日もぜひ見てください。よろしくお願いします。本当にね朝早くからね、あのメールで無理しなくていいよって送ったのに、わざわざね朝からねモモのために早起きして見てくれて本当にありがとうございます。配信終わったらちゃんと寝てね朝から見てくれてありがとう。それでは離任したいと思います。左手出して右手出して、明日来る方も気をつけてね。せーの、ニリン。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございました。バイバーイ。